はい、久保です。世の中の時間がなくて稼げない皆様に今日はね、稼げるための公式を送ろうかと思います。要素は3つです。1つ目は時間です。かける次はお金です。かける能力です。あなたの能力、これを全部掛け算したのが、3つを掛け算したのがあなたの収入になるわけですよね。もう一回言いますよ。時間かけるお金かける能力です。これを3つかけるとあなたの収入になりますよね。ですので能力が低くて初期投資が少なくても時間をしっかりかければ大きな収入になると。で、時間があんまりないと。でもお金をたくさんかけると。そうすると少ない能力でも大きな収入を得れますということですね。で、時間もたくさんかける、お金もたくさんかける、能力もたくさんあると収入は大きくなります。で、この公式の中であなたはね、どこだったら一番大きなファクターを作れますか、要素を作れますかってことなんですよ。時間ですか、お金でしょうか、能力でしょうか。インターネットビジネスを志す方ってのはインターネットのスキルがないですよね。ですから能力はあんまりないと思うんですよ。で、あとインターネットビジネスをやろうとする方はやっぱ初期費用があんまりかけられない、要するにお金があんまりないんで、お金をたくさん出せるってことじゃないと思うんですよね。そうするとあと一つ残ったのが時間をかけるしかないです。この時間もあんまりないってことになると、少ない時間かける少ないお金かける少ない能力ってことになるんで、少ない収入の出来上がりです。もしかしたら0円かもしれませんね。で、ミソはね、全部が掛け算ってことなんですよ。時間が0秒だったらお金がたくさんあっても能力がたくさんあっても収入は0です。時間をたくさんかけても能力をたくさんかけてもお金はね、全くかけないとこれも0になっちゃいます。お金をかけないっていうのはインターネットにもお金払わないで、iPhone も買わない、このレベルでお金をかけないってことですよ。まあ、ですので多少なりともお金はかけてると思うんですよ。で、そこに多少なりとも能力があると思うんですよ。そして少し時間があると思うんですよ。で、この少し少し少しでは収入が少しなんで、じゃあ時間をたくさんかければお金はそのまんまであんまりかけなくても、能力がそんなに高くなくても収入が上がるっていう計算式できますよね。で、前回吉谷さんが言われたことをちょっと思い出してもらいたいんですけども、古典的な仕事ね、サラリーマンでもいいんですけども、これ10年やっていってあなたの暮らしどうなると思います？多分ね、変わらない10年だと思うんですよ。で、それに比べてですね、まあ YouTube でもいいです。YouTube でも SNS でもブログでもいいんですけども、このストック型といいまして、1回作ると自分で消さない限り残っていく、いわゆるね、発展的な仕事と私は呼んでますけども、こちらの方10年やったらどうなると思います？メールマガジンを10年やってる人ってあんまりいないですよ。YouTube を10年やってる人ってあんまりないですよ。SNS を10年やってる人ってあんまりいないと思います。だから、この10年っていうのは、変わる10年になる可能性が非常に高いですよね。今お勤めのお仕事をされていて、今の収入源があって不安だからインターネットの世界に来たはずなんですよ。インターネットの世界には YouTube があり、 YouTube の中で私は吉田さんが話している、そこに興味を持ったと思うんですよね。だからやっぱ発展的な仕事ね、入れていかなくちゃいけないんじゃないですかね。従来の仕事を大切にして、これから目指すべきインターネットの仕事をおろそかにするようでは、今の暮らしが続くばかりだと思います。今までやっていって、もうこれ見込みないなと思ったから飛び込んできたわけですから、じゃあ飛び込んで世界のことをやっていきましょうって話になりますよね。で、私のことをこの辺でお話しさせていただきますと、私はね、麻雀店を9年やってきました。9年やってきて、私の会員名簿にお名前とかね、住所とか電話番号を書いてくださった方、これがね、会員なんですけども、うちの店っていうのは会員じゃないと参加できないようになってますからね。もう店はないんですけども、麻雀店ですからね。で、こちらの方1500名の方が9年間で名簿を書いてくださいました。まあ、YouTube で言うとチャンネル登録と同じような意味だと思います。9年です。9年で1500人。そして現在ですね、 YouTube のチャンネル登録者数が私1万人ぐらいいます。吉谷さんも今ね、3540人、また増えましたね、いらっしゃるんですよ。で、私の場合はここ3年でこのぐらいのボリュームになったと思います。ほとんどがこの3年でこの1万人というチャンネル登録者数の方、来ていただきました。3年で1万人です。じゃあ10年続けるとどのぐらいになるか、ちょっと楽しみですよね。麻雀店はほぼ10年やったんですけども、1500人止まりです。どっちが良かったかって一目瞭然だと思うんですよ。で、麻雀店は店がなくなったら終わりです。1500人との関係もなくなりました。でも YouTube は、まあ、私がスマートフォンなくしてもパソコンを壊しても YouTube って世界に私の動画とチャンネル登録者数の
1万人ってのは残り続けると思うんですよね。どっちが良かったのかなと思うんですよ。で、ビジネスを私のところに、ね、相談に来る方、まあ、吉谷さんとかも来ると思いますけども、まあ、どうしてもね、私がいろいろアドバイスしてもなかなかね、時間がないんですとか、なかなか苦手なんですとかね、家族がいるからとかね、今仕事があるんでとかね、いろいろ言ってくださいますよね。要するに私がこうやったらできるよっていうのに対して、いや、こういう事情だからできないんですっていうふうに、まあ、いわゆるね、私をね、論破してくるわけなんですよ。でもね、私を解き伏せても1円も稼げないと思うんですよ。で、相談相手誰に持つかってことは非常に大事だと思うんですよね。例えばお勤めになってる会社の上司や先輩に私にしたような相談をしてみてください。多分、いや、なかなか厳しいからうまくいかないよ、とりあえず仕事頑張ろうやっていうふうに今の現状維持を進めてくるのが、まあ、オチだと思うんですよ。うちの会社辞めてその速稼塾ってところに行きなよっていうことにはなんないと思うんですよね。相談相手が誰かってことは非常に大事ですよ。でもあなたの相談相手っていうのは1億円稼いだ人ですかね、1万人のファンを持ってる人でしょうか、サイトを1万個作った人でしょうか、隠居暮らしをして頼まれもしないのにテレワークしてる人でしょうか。もう私もね、根っからのテレワークですからね、こうやって YouTube 使って。さあどうでしょうか、あなたの相談相手って正しかったんでしょうか。という形でね、今回はゆっくりお話しましたけども、きっとですね、もう多分こうやって多くの人、インターネットでビジネスを生計を立てようとする人っていうのは正解を見てるはずなんですよ。で、選択するときにその正解以外を選んでしまうんですよね。だからね、なかなかゴールにたどり着かないんですよね。私はね、 YouTube をインターネットビジネス始めた2013年からずっと撮り続けてますね。ですから私がどんなに最初しょぼかったのかも出てます。多分始め社長とかヒカキンさんも一番最初の動画のまあしょぼさっていうのが本当にね、目も当てられないぐらいだと思うんですよ。その時はね、そうなんですよ、みんなそうなんですよ。最初、一番最初の動画っていうのはどんな有名人もあなたも同じレベルのもんだと思いますよ。でもですね、1年後どう変わってるかなんですよ。ある人はファンを作ったり、いい編集したり、BGM が切れていたり、ロケに行ったり、とにかく YouTube 続けてます1年後。でも1年後に結果が出てない人ってそもそも1年後にもう YouTube やってないんですよね。 YouTube で以外でもいいですよ、ブログとかやってないですよね。いつの間にかやめてるでしょ。どうなんですかね、本当に稼ぎたくって始めてるんだったら稼げるまでやるしかないと思うんですよ。でも多分今のお勤めの仕事ってどこまで行っても稼げないと思うんですよ。まあ給料としてね、もらえるお金はあるでしょう。でも稼げていないと思うんですよ。まあ、ですので、もう一回ね、計算式をお話ししますけども、その計算式に沿った生き方をしているかどうか、ここら辺でね、よく考えた方がいいと思います。時間かけるお金かける能力イコール収入です。会社に行きますよね、時間を使いますよね、毎日毎日大体似たような時間でしょう。で、そこに会社に行くためにお金使いますよね、通勤ですとかスーツとかも買うかもしれません、ね、文房具もいるかもしれません。でもそこ止まりですね、かけるお金は自分でコントロールできないんですよ、経費を。で、あと能力ですね。能力はあなたが会社に属してる限り発揮できる能力って限られてるんですよ。その限られた能力、限られたお金、決められた時間で収入って変わると思いますかってことなんですよ。変わんないですよね、変わんないです。少しなら変わりますよ。その少しをたくさん変わったというふうに勘違いすることもできます。でも少なくとも収入が10倍になったりとかないと思うんですよ。10倍じゃなくても3倍とかね、2倍とかにならないと思うんですよ。で、使ってる時間がいきなり2分の1になったり5分の1になったりしないと思うんですよ。インターネットの世界はそうじゃありません。10倍、100倍ありえますね、少しの時間でたくさんの対価ありえます。インターネットってのはあなたが働かなくても働いてくれる仕組みを無料で手に入れる仕組みのことなんですよね。さあ本日は以上でございます。ちょっとね、講座っぽくなりましたけども、10億円の貯金がないなら時間を使え、まあ吉田さん、私と言ってることいつも同じです。結局オチはやりましょうってこと、時間を使うしかないってことですよ。以上です。